はい、どうも、ちかでーす。はい、というわけで今回は、TS 第5弾、八木選手を阪神純正が獲得するべきかについて解説していきます。はい、というわけでね、8月15日より TS 第5弾が開催されています。で、TS 第5弾についての動画はね、すでにアップしてて、まあ、その中でね、今年は TS 第5弾で終わる可能性についてもね、話してるんで、よければね、こちらのサムネの動画見ていただければなと思います。で、さらにね、今回の TS のガチャに関しては、20連目が S ランク TS 選手1人確定、40連目が S ランク自チーム TS 選手1人確定、50連目以降が A ランク自チームTA 選手1人確定というね、まあ、イベントの選択契約書2枚も含めると最大70連引けば極みまで持っていけるガチャ仕様となってます。でさらに、ね、称号もつけるってなると、まあ、80連目までね引けば最低でも決まるガチャシステムとなってます。というわけでね、このガチャシステムの時に関しては結構ね、純正向けのメンバーっていうところがね、登場しやすい傾向があります。で、この20連目、40連目のね、ガチャシステムに関しては、OB の時だとね、ランキングイベントが来るんですが、TS に関してはランキングイベントは来ません。というわけでね、今年もアニバ総選挙が開催されています。で、OB の時に関してはね、選手ボーナスなしの必勝アリーナかバッティングトラベラーが来るっていうところがあるんで、累計に関しては TS33% の契約書なんですが、TS の時に関しては TS 確定の契約書があります。というわけでね、今回の TS に関してはね、ガチャシステムをね、今までに比べて少し優しいというところでね、累計で出なかった時にガチャ引いてね、このヤギさんを獲得するべきなのかについて今回は解説していきます。というわけで今回の動画ではまずはヤギさんの能力チェックをやって、その後に阪神純正がヤギさんを獲得するべきかリグリア対別で解説していきます。というわけでまずはヤギさんの能力チェックやっていこうと思うので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまずはヤギさんの能力チェックやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずはヤギさんの能力チェックやっていきましょう。というわけでヤギさんに関しては今回の TS がプロスピ初登場となっております。で、能力の方が弾道高弾道のミントが69、79、66の完全パワー型の称号でパワー A が狙えます。で、まあ、称号次第ではミート B、 パワー A も狙えます。で、守備適性がサードメインで C63 で、突4でショートに置くことができます。で、裏の3性が補給から43、48、60となってます。で、特殊能力は超プルヒッター、パワーヒッター、意外性となってます。で、このね、意外性に関してはね、阪神であれば今年森下くんについてますし、他球団でもね、ちょこちょこ今年はね、見かける特殊能力となってます。で、この意外性の発動条件っていうのが特定の状況下になると発揮するっていうところなんで、この特定の状況下っていうのが確か2回以降に3点差以内とかだったかな。まあ、ちょっとね、発動条件っていうところが明確にはね、記載されてないっていうのがね、この意外性の特殊能力とはなってるんですが、まあ、発動すればね、パワー中アップで、さらにパワーヒッターでもね、パワーショーアップですし、プルヒッターでね、パワー中アップっていうところがあるんでね、まあ、実はね、これ特殊能力すべて発動すると称号なしでパワー99ぴったりにね、持っていくことができるようになってます。というわけでパッと見の能力だと弾道高弾道のデフォルトで CBC の称号で BAC っていうところなんでね、まあ、そこまでね、めちゃくちゃ必須っていう感じには見えないかなと思うんですが、実はね、特殊能力発動するとパワー S99 まで上がるというね、まあ、意外とね、強い選手となっております。まあ、ただね、今回ね、プロスピ初登場っていうところなんでね、まあ、A ランクに関しても今回の累計の契約書とか、まあ、あとはガチャ引くとか、まあ、あとはね、突コーチを突っ込むとかっていう感じにしないと基本的にね、極みまで持っていけなくなってます。ちなみに阪神でショート可能なパワーヒッターに関しては実は2016年シリーズ2の陽川さん以来となってます。はい、というわけでここからは阪神純正がヤギさんを獲得するべきかリーグリア対別で解説していきます。というわけでまずはリーグ勢です。リーグ勢に関しては獲得推奨となります。はい、というわけでヤギさんに関してはね、さっきも説明した通り完全パワー型の称号でパワー A が狙えます。で、守備適性に関してもね、サード適性だけじゃなくてショート適性もあるというところで、ショートにおけるパワー型の選手となってます。で、今年のね、阪神の S ランクのね、輩出を見てると、まあ、ここまでね、被りなしで全15名が登場しています。で、その15名をね、すべて同値とかのね、称号を決めれた場合のコンボがミート型が8人、パワー型が8人、総力型が8人という現状になってます。で、もちろんね、オーダーに出れる選手はね、野手は13人までとなってるっていうところがあるんでね、まあ、その15人から2人は削らないといけない現状となってます。で、そうなった時にね、誰を2人削るかっていう話にはなるんですが、まあ、今年のね、阪神に関しては覚醒でね、野手が登場してないっていう現状があるんで、最新の通常 SP よりマイナス100低い選手っていうところはね、今回のミート型8人とかのね、やつには絡んできておりません。まあ、なので、実は今年の阪神に関してはね、最新の選手だけでミート型8人かパワー型8人か総力型8人からね、まあ、2つ選べる現状となってます。で、おそらくね、阪神純正でシリーズの選手だけでね、パワー型8人出しができるのは多分ね、今回が初めてだったかなと思います。まあ、そんな感じでね、ミート型8人、パワー型8人、総力型8人とね、まあ、3つともね、8人出しが可能な状況になってるっていうところで、まあ、結構ね、どれを選ぶかっていうところがね、難しいんですが、まあ、デフォルトのね、能力でってなった時にミート型が4人、パワー型が6人、総力型が6人となります。というわけでね、ミート型もね、称号さえ決
まれば8人いるんですが、実はねデフォルトだと4人しかいない現状となってます。まあ、なのでミート型のコンボがね決まらなかった時にはねやっぱりねパワー型8人、ソウル型8人っていうコンボをね頼るっていう方も、ね、いるのかなと思うので、パワー型のコンボに頼る可能性があるっていう方に関してはねこのヤギさんっていうとこ獲得しておいた方がいいかなと思います。ちなみにね今年はね関川さんがミート型で出てて、関川さんねキャッチャーできるっていうところがあるんでね、今年に関してはね総力型のキャッチャー2人っていうところをね外せるようになってるんで、この間のプロスピセレクション20周年スピリッツで登場していたスピリッツが100高いだけのセレクション近本さんに関してもね、ミート型8人パワー型8人を出した状態でスピアゲルのためにねオーダーに入れることは可能となってます。まあ、なのでまあもちろんねミート型8人総力型8人でね今年は挑む予定で、もうそこに向けてねオーダー作りしてた人に関してはね、まあ、このヤギさんに関しては無理して獲得しなくてもいいかなとは思いますが、もしねオーダーがねまだ完成しきってないっていう方とかね、まあ、今回ヤギさん登場したからパワー型8人出しシリーズなんでしてみようかなと思ってる方なんかに関してはね、まあ、このヤギさんに関してはね必須選手になってくるかなと思います。ちなみに買いコンボにはなっちゃうんですが、最新選手だけでねパワー型4人っていうところも発動可能となってます。でそのメンバーがテル、大山さん、岡田さん、そして今回のヤギさんとなってます。まあ、なのでね最新でパワー4人出したいっていう方に関してもねこのヤギさんに関しては必須選手になるかなと思います。続いてリアタイ勢ですが、リアタイ勢に関しては余裕があるなら獲得した方がいいです。はい、というわけでね、まあこのヤギさんに関してはね、まあさっきも説明した通り弾道高弾道特殊能力でパワーヒッターに変更可能の完全パワー型の称号でパワー A が狙える選手となってます。で守備適性もねサード C あって、ショートもね突4以上にすれば守らせれる D54 適性となってます。で特殊能力もねプルヒパワーヒ外性というところで結構ね強い特殊能力の組み合わせで、全出しでパワーがねデフォルトでも99まで持っていくことが可能となってます。というわけでね、まあ意外とねこのヤギさんに関してはね TS 第5弾のねあのガチャシステムのメンバーの中ではね強い方ではあるんですが、まあ正直ねサードで守らせるのは怖いかなと思ってて、補給 E43、まあ、ここがねちょっと怖いかなっていうところはあります。まあもちろんね自分に関しては去年のね OB 第3弾で登場した藤村さん使ってるっていうところがあるんでね、補給 F31 をねサードでは使ってるんですが、まあ正直ね藤村さんをサードで自分が使っている理由としては、補給よりやっぱ守備範囲がね特殊で80いけるっていうところがね、まあやっぱり大きいポイントかなと思ってるんで、まあ、C63 の補給43をねサードで使うのであれば、まあ自分であればね大山さんのサブポジでねサードで使うとか、まあ、あとはテルもね特殊を終わらせればサード C61 まで上がる上に補給もね46というところでね、ヤギさんより高い現状となってますし、まあ型もねヤギさんより強い B71 あるっていうところがあるんでね、まあ、サードで誰使うかって言われたらね、まあヤギさんよりはねテルの方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ただねテルをねライトで使おうと思ってる方に関してはね、まあ、サードヤギさんっていうところもねありなのかなと思います。で OB までね目を向けると、おそらくね今年はさっき名前挙げたね掛布さんっていうところがね OB で登場してくると思います。でその掛布さんに関してはねサード適正 C67 あって、補給も D58 あって、そもそもねアーチ広角存在感というね、まあ、特殊能力も強いっていうところがあるんで、まあ基本的にね掛布さんをゲットできた場合はねこの八木さんっていうところはねどの道サードからは外れるかなと思います。まあ、なのでね OB とかまで考えるとね、やっぱりここでね八木さんは無理して獲得しに行かずに、まあそのエナジーっていうところね OB に温存するのがいいかなと思います。まあ、ただねこの八木さんに関してはねやっぱりね特殊能力強いっていうところがあるんで、9月8日から開催されるスピリーグのねオーダーがまだね決まってない人とか、まあそこのね DH が空いてる代打の層が薄いっていう方なんかはね、まあやっぱりスピリーグまでにね OB は登場してこないっていうところがあるんで、まあこのね TS とかシリーズ1の選手でね最終強化をしないといけないという現状になってるんで、スピリーグに向けてね取りたいっていう方はねもう全然取るのはありかなと思います。特にねまあサードっていうところもそうですが、実はね意外とねショート適正できるっていうところがねありがたいかなと思ってて、まあ最近の阪神純正の方であればね、やっぱり中野くんっていうところをねショートで使う方が多いかなと思います。で最近のね阪神純正の方であれば、やっぱりね中野くんか、もしくはね昨年登場した侍鳥谷さんっていう方をね使う方が多いかなと思います。でそれがなんでかっていうとね、やっぱりね2021年の TS を最後にライドラ鳥谷さんが登場してないとか、あとはねメインポジションではないですがショート適正 CR 強打の真由美さんもね2021年の OB 以降登場がないっていうところがあるんでね、まあなかなか守備範囲もそれなりにあって、強打のショートっていうところは最近の阪神では登場してきてません。まあそういう現状があるんでね、打ってるショートでね D54 っていうのはね、まあ最近の阪神の中ではね意外と広い方になってるっていうところがあるんで、まあ結構ね二遊間の守備って大事なんで、ファイヤーフォーメーションよりにはなりますが、まあこのヤギさんをねショートで使うっていうのもね、目先のことだけ考えたら意外とありなんじゃないかなと思います。まあただね周期的なことも言うとね、今年真由美さんね OB で登場する可能性があるっていうところがあるんでね、直近のスピリーグのオーダー強化ができるっていう方はね獲得したらいいかなと思いますが、まあ長期的な目線でねオーダー強化していきたいっていう方に関
感謝はね、今回無理して獲得しなくていいかなと思います。そして最後ヤギさん好きの方でしたが、ヤギさん好きの方に関しては獲得必須となります。はい、というわけで今回ヤギさんプロスピ初登場となっております。でヤギさんに関してはね、現在日本ハムでねコーチをされてて、まあ、もちろんねヤギさんに関しては阪神の生え抜き選手となっております。でそんなねヤギさんがね、なんで日本ハムでコーチをやられてるかっていうと、確かに新庄さんがねヤギさんに声かけて、その流れでねヤギさんが日本ハムでコーチやられてるっていうところなんでね、まあ新庄さんもね3年で辞めるとかね、まあいろいろ言ってたんですが、新庄さんがね対談された時にヤギさんもねもしかしたらね一緒に対談するなんていうね可能性もあるかなと思うので、まあそうなった時にね他の球団に所属しなければまたね OB 対象になると。で OB っていうとやっぱりね阪神には掛布さんがいたり、まあ昨年登場した藤村さんとかねいたりするんで、まあなかなかね登場のね機会っていうのはね回ってこないんじゃないかなと思います。まあそうなってくるとねやっぱりヤギさん好きの方に関してはね今回取り逃したっていうところをね後々ね後悔することになるかなと思うので、ヤギさん好きの方に関してはねぜひとも獲得していただければなと思います。まあ特にヤギさんに関してはね代打の神様としてもね、まあ、活躍したっていうところがあるんでね、まあ結構ファンの方もね多いんじゃないかなと思います。ちなみにね今回ヤギさんが登場してきたことによりね阪神の暗黒期と言われる打線っていうところもね組めるようになっております。まあなのでねその頃にね思い出があるっていう方とかに関してもね、まあ、このヤギさんを獲得して使うっていうのはね全然ありなんじゃないかなと思います。まあただね代打の神様同士の査定じゃなくてバリバリねキャリアハイの年のね査定となってるんで、残念ながらね特殊能力に代打の神様は持ってません。ちなみにこれ超代打の神様パワーヒッタープルヒッターとかやったら多分めちゃくちゃ強かったです。はい、というわけで今回は TS 第5弾で登場しているヤギさんを阪神純正が獲得するべきかリグリア対別で解説していきました。いかがだったでしょうか。いやというわけでね、まあヤギさんに関してはね正直ね去年登場するかなと思ってて、まあ今年に関してはね周期的にね片岡さんがね阪神版来るかなと思ってたんで、まあ今年の登場はないかなと思って外してたんですが、まさかの今年登場となりました。というわけでね、もしねこの後ね TS 第6弾があったとしてもサードの選手っていうのはねもう阪神は登場してこないかなと思うので、片岡さんとか新井亮太さんの登場はこれでなくなったかなと思います。というわけでもしよければ皆さんが今回のヤギさんを獲得するかぜひともコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また X もやっていますので概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。